平野翔と渡辺直美の MC 掛け合いが最高。視聴者からの感動の声とは、2024年7月23日、タレントの渡辺直美さんが自身のインスタグラムを更新し、ナンバーアンダーライン愛の平野翔さんとの2ショット写真を公開しました。この投稿は、多くのファンやフォロワーから喜びのコメントを集め、可愛いとかっこいいが最強、最高に嬉しいです、といった声が溢れました。渡辺直美さんは、 サンピーープル一枚ニュートという日本テレビ系の特番で平野翔さんと共に MC を務め、その放送後にインスタグラムに投稿したものです。この特番では、さまざまなジャンルから優れたパフォーマーが次々と登場し、視聴者を楽しませました。渡辺さんは、笑ったり泣いたり、結構情緒が揺さぶられる新しい特番ですと述べ、番組の魅力を伝えました。また、心の準備に60年欲しいって言ってましたが、 平野くんとこんんな早く再共演でできるととは思ってませんでしたとコメントし、平野翔さんとの共演の喜びを表現しました。写真には、ピンクヘアーの渡辺さんがブルーとゴールドがデザインされた黒のワンピースを着用し、全身ブラックの衣装に金髪姿の平野さんと共に笑顔でポーズをとる姿が写っています。この投稿には、やっとコラボですね、コラボ待ってました、また2人でやってほしいです。 平野翔君との共演が見れて最高に嬉しいです。かわいいとかっこいいが最強な2人といったコメントが多数寄せられました。平野翔さんは非常に注目されている存在で、多くのファンがいる一方でアンチも存在し、時にはひどい言葉を発する人もいます。そんな中で、世界的に活躍する渡辺直美さんとの共演は、多くのファンにとって大きな励みとなりました。渡辺さんの投稿には、 もしまた共演してくださる時があったらめちゃくちゃ嬉しいです。サンピープル1ミニッツ、2人の MC の掛け合いばっちり良かったですし、一つ一つのコメントも面白い中に音髪もあって、とても楽しい番組でした。次があることを期待しときます、といった声も寄せられています。さらに、2人の共演を楽しみにしていました。素敵な写真に BGM 付きでありがたいです。とても温かい番組でした。 パフォーマーたちも楽しかったようで、たくさんポストが上がっていました。平野さんとハイタッチできてよかったという声もあり、番組として大成功だったのでは。誰かの活躍を素直に認められない人も多々いるけれど、そういう姿勢は、日本のエンタメをさらにダメにするのでは。家族で見られるほっこりした番組に相応しい2人でした、といった感想も見られました。写真や番組の反響を見ると、 多くのの視聴者が2人の共演を楽しんでいたことがわかりますここで少し視点を変えて考えてみましょう。エンターテインメントの世界ではファンとアンチが常に存在します。特に平野翔さんのように多くの注目を集める存在にはその両方がつきものです。しかし渡辺直美さんとの共演によってファンだけでなく アンチの存在すらも一瞬忘れさせるような強いインパクトを与えたのではないでしょうか。渡辺さんの国際的な知名度とカリスマ性は、平野さんとの共演によってさらに高まり、その結果、多くの人々に笑顔と感動を届けることができました。今回のサンピープル一枚ニュートの放送は、ただのエンターテインメントではなく、人々の心に残る特別な瞬間を作り出しました。番組内での二人の掛け合いやパフォーマンスは、 一つ一つが視聴者の心をつかむものであり、彼らの真摯な姿勢とプロフェッショナリズムが光りました。視聴者からのコメントにもあるように、次回の共演が期待されるのも納得です。また、この特番を通じて、エンターテインメントが持つ力について再認識させられました。特に、コロナ禍の影響で多くの人々がストレスを抱える中、こうした心温まる番組は大きな癒しとなります。 渡辺直美さんと平野翔さんの共演は、その象徴とも言えるでしょう。彼らのパフォーマンスや掛け合いは、視聴者に笑顔と元気を与えるだけでなく、エンターテインメントの本質を再確認させるものでした。さらに、視聴者の反響から見えてくるのは、日本のエンターテインメント業界の未来への期待です。多くのファンが、渡辺直美さんと平野翔さんの共演を望んでいることからもわかるように、 今後も新しいコラボレーションやプロジェクトが期待されます。特に、彼らのように個々のキャラクターが強く、パフォーマンスに魅力があるタレント同士の共演は、視聴者にとって大きな楽しみとなるでしょう。エンターテインメントの未来を考える際、視聴者の期待に応えることだけでなく、その期待を超える瞬間を提供することが重要です。今回の渡辺直美さんと平野翔さんの共演が特別なものとなったのは、 視聴者が予想していなかった化学反応が生まれたからこそです。彼らのパフォーマンスは単なるエンターテインメントの枠を超え、視聴者に新たな感動を与えました。これを実現するためには、クリエイティブな発想と大胆なチャレンジが不可欠です。例えば、ジャンルの異なるタレント同士のコラボレーションや、新しい技術を取り入れた演出など、これまでにない試みが求められます。また、エンターテインメントの進化には、 視聴者とのインタラクティブな関係も重要です。SNS を活用してファンとの交流を深めることや、視聴者の意見や感想を番組制作に反映させることは、より身近で親しみやすいエンターテインメントを作り出す一助となります。今回の渡辺直美さんのインスタグラム投稿も、ファンとの直接的なコミュニケーションの一例です。こうした取り組みは、視聴者がタレントや番組に対して一層の親近感を抱くきっかけとなります。 さらに、エンターテインメントの未来を考える上で重要なのは、多様性と包摂性です。渡辺直美さんが国際的に活躍する一方で、日本国内でもさまざまなバックグラウンドを持つタレントが増えてきています。彼らの存在は、エンターテインメントに新しい風を吹き込み、視聴者に多様な視点を提供します。平野翔さんのような若手タレントと渡辺直美さんのような多彩な才能を持つタレントが共演することで、 エンターテインメントの可能性は広がり続けるでしょう。視聴者がエンターテインメントに求めるものは時代とともに変化します。コロナ禍を経て、人々はより一層の癒やしや希望を求めるようになりました。その中で、エンターテインメントは単なる娯楽の枠を超え、人々の心に寄り添う存在となっています。渡辺直美さんと平野翔さんの共演は、その象徴的な例といえます。 彼らが届ける笑顔や感動は、多くの人々にとって大きな励みとなり、日常の疲れを癒す瞬間を提供しました。エンターテインメントの未来を考える上で、私たちはどのようにしてこの感動を継続的に提供できるかを模索し続ける必要があります。視聴者の期待を超える瞬間を生み出すためには、タレントや制作スタッフだけでなく、視聴者自身もエンターテインメントの一部となることが求められます。 SNS やオンラインイベントを通じて、視聴者が直接参加し、意見を共有する場を作ることで、エンターテインメントはより一層の進化を遂げるでしょう。最後に、エンターテインメントの未来を明るくするために、私たちはどのような挑戦を続けるべきなのでしょうか。視聴者の期待に依頼続けるためには、新しいアイデアや技術を取り入れ、常に進化し続ける姿勢が求められます。そして、 タレント自身も視聴者との交流を大切にし、真摯に向き合うことで、その魅力をさらに高めることができます。エンターテインメントの未来は、視聴者と共に作り上げるものです。私たちは、の未来を楽しみにしながら、一歩一歩進んでいくことが大切です。視聴者の皆さんがエンターテインメントに求めるものは何でしょうかどのような瞬間が心に残り、どのようなパフォーマンスが感動を呼ぶのでしょうか エンターテインメント業界は、これからもその問いに答え続けることで、新しい感動を生み出し続けることでしょう。渡辺直美さんと平野翔さんの共演が示すように、未来のエンターテインメントは、想像を超えた感動と驚きを提供し続けることでしょう。また、今回の特番で見られたように、視聴者の心を揺さぶるような感動的な瞬間を作り出すことができるのは、タレント自身の努力と情熱。 そそしてて視聴者への思いやりがあってこそです渡辺直美さんと平野翔さんのように、視聴者に対して真摯に向き合い、その期待に依頼料とする姿勢は、多くのファンにとって大きな魅力となります。最後に、今回の特番を通じて感じたことを一つの質問として投げかけたいと思います。エンターテインメントの未来はどのように進化していくのでしょうか。今回のような特別な瞬間を作り出すためには、 どののよううなな工夫や努力が必要なのでしょうか視聴者の期待に依頼いけるためにタレントや制作スタッフはどのようなチャレンジをしていくべきなのでしょうかこうした問いを考えることでエンターテインメント業界の未来をより明るくそしてより魅力的なものにしていくことができるのではないでしょうか